経団連の中西会長は今日、梶山経産大臣らと会談し、今取り組むべき課題はエネルギー問題だと強調しました。気候変動の問題が深刻化する中、地球温暖化対策にはイノベーションが必要だという認識で経産省と一致していると述べました。中でも原子力発電の再稼働への障害が大きい中で、エネルギー問題の解決には投資環境を整備する必要性があると指摘しました。いろんなイノベーションをやらなきゃいけないという意識は共通なんですけれども、そのための投資っていうのができる環境になかなかなってない。これはしっかり取り組まなきゃいけないですよねと。